ここもダブルプレーに仕留めました。糸井を出した後、キャッチャーの梅野はダブルプレー、受けるキャッチャー大城、もう一度ここは低め、ゲッツーコースになりました。4-6-3のダブルプレーです。バッターボックスは逆転タイムリーヒットを放った梅野です。初球攻撃、セカンド吉川尚輝、ショート広岡からファースト中島に送られてダブルプレーです。セカンドゴロ、4-6-3と渡ってダブルプレーです。セカンド4-6-3の注文通りのダブルプレー、ここはしっかりと抑えました。デラロサ、高部に仕事をさせませんでした。昨日一軍に上がってきた高木がいて、ここは4-6-3のダブルプレーになりました。先頭ランナー出しましたが、ここはセカンドゴロ、ダブルプレーとなりました。内容でマウンドを降りています。この打球はセカンドの前、さあダブルプレーが取れるかどうか。4-6-3と渡ってダブルプレー、4-6-3のダブルプレーになりました。いやー、これは非常に大きなダブルプレーになりましたね。さあこれは戸柱がセカンドゴロ、ダブルプレー、打ってセカンドダブルプレー取れるかどうか。4-6-3となった、ダブルプレー。このやはり2、3年っていうのはすごい、こういうデータを気にしながらやってますよね。ここは点数で抑えました。シューメーカーが見事打たせて取るというその持ち味を見せています。セカンドゴロになった坂本から一塁送球、ダブルプレー。ジャイアンツはノーアウトランナー、ダブルプレー、ツーアウトを取りました。そこを攻めたいベイスターズでしょうか。ノーツーからセカンドゴロ、ダブルプレーを取り出したジャイアンツです。セカンドゴロ、ダブルプレーを取りました。